文章と気候学の片山です。私の分野では2つのグループがあって、私のグループと、それからあと准教授の増田先生のグループがあります。別々のテーマをやっています。私はバクテリアが専門で、バクテリアの代謝が専門で、腸内細菌と人の共生という、特に乳児期のことに着目してやっています、研究しています。ビフィズス菌という菌知っていると思いますけど、母乳で育てるとすごく増える、それはもう100年ぐらい前から知られてたんです。で、これはすごく古いで、培養法で見た場合と、それからこちらはいわゆるメタゲノムで見た最近のデータですね。1歳ぐらいまでビフィズス菌がたくさんいるの分かると思います。で、なんでその母乳で育てるとビフィズス菌が増えるかっていうのはずっと分かってなかったんですね。で、それを私は明らかにしたんですけど、母乳の中にオリゴ糖が入ってて、それは3番目に多い成分なんですけど、母親乳腺で一生懸命作ってるわけですね。でもそれは人の栄養にはならないんです。消化酵素に耐性ですので。でも母親は一生懸命作ってると、それの一つの意義っていうのがビフィズス菌を増やすというか、ビフィズス菌の餌、餌というか栄養になってるんですね。で、ビフィズス菌って4種類ぐらいがよく乳児の中にいる、腸管にいるんですけど、それらがどうやってこのオリゴ糖を分解しているかっていうのを、私は ずっと解明してきたというようなわけです。だいたい16種類ぐらい今まで遺伝子が見つかってて、そのうちの13ぐらいは私が単にしてアノテーションがなかったものですけど、アノテーションしたような遺伝子です。すごくユニークな遺伝子ですね。で、それは酵素のキャラクターをするということと、あと、私4年前に京大に来たんですけど、京大に来てからは実際にその人の糞便なんかの解析もしています。これは完全母乳で育てた子と、あと混合乳で育てたような子だと、完全母乳の子の方がビフィズス菌が多くって、ロンガムっていう種が多くって、でこの LNBX っていうのはラクトエンビオシダーゼで、これが実際に多いんですというような話ですね。で、ビフィズスフローラーの形成率が低い子と、高い子がいて、でお母さんと子供のペアの、お母さんの母乳の中にどんなオリゴ糖があるか、で乳児、その母乳を飲んだ子供にどんなオリゴ糖、糞便どれぐらいあるかって、見たら分かるように、お母さんの母乳の中のオリゴ糖がそのままやっぱり出てきちゃうんですね。でもビフィズスフローラが形成されている子っていうのはやっぱり相当なくなります。で、これは相関解析してるんですけど、その HMO、母乳オリゴ糖を分解するようなある特定の遺伝子が多い子ほどやっぱりビフィズスフローラが形成されるよというような、こういう遺伝子を最近特定したり、すごく重要な遺伝子の特定にも成功しています。授乳してビフィズス菌、母乳中にオリゴ糖を出して、でそれを使ってビフィズス菌が増えて、でビフィズスフローラが形成される。で、そのビフィズスフローラが形成されることにどんな意義があるかということも最近は調べ始めています。でこちらは増田先生のテーマで、mRNA の動態解明と応用展開ということをされています。メッセンジャー RNA 転写された後にスプライシングを受けたりして、成熟していく、でそして核外に輸送されるんですけど、そのトランスポートシステム、選択的なトランスポートシステムなんかを研究しています。で、タンパク質、その核内のタンパク質ですとか、それから食品由来の化合物なんかがその、成熟過程やトランスポートにどのような影響を与えるかというようなことについて、オミクス解析を合わせたような解析をしています。私 のグループと増田先生のグループがあって、ちょっとテーマは全く別なんですけど、私は微生物専門ですけど、それ、いろんな分野バックグラウンドを持った人たちがいます。で、私のラボは北部構内の農学生命研究棟609ですので、5時までおりますので、興味ありましたらぜひご訪問ください。以上です。